こんにちは。今日ちょっとね、いつもの駐車場じゃありません。この時間今6時前なんですけどもね、やはり人の出入りが結構激しい時間帯なので、いつもの駐車場ではないところで撮影をしております。最近のね、活動報告は全然取れてなかったんですけれども、最近はですね、ちょこちょこ人に会いに行ったりですとか、またね、いろんな資料を調べたりとか、そういった活動をしております。なかなかね、動画の撮影はできてもね、編集ができてなかったりという感じで、なかなかね、アップできてなかったんですけれども、久しぶりの活動報告になります。最近、まあ先ほど言ったんですけどね、人に会いに行ったりとかいう形で、先日はですね、私有住宅についてですね、ちょっと山本勝弘議員と南沢議員とちょっとね、作戦会議をね、今後どういうふうにね、していったら何ができるのかという部分をね、ちょっと話をさせていただいたというかね、お話を聞かせていただいたりとか、まあその中でですね、山本和弘議員さんが、元職員の方をね、その場に呼んでくださってまして、いろんなことを教えていただきました。そのできた経緯であるとか、またね、こういったところをね、調べたらいいよっていう、いろいろなアドバイスをね、たくさんいただきまして、本当にね、ありがたかったです。まだね、今後何ができるかっていう部分をね、いろいろ考えていきたいなと思いますし、またですね、やはりそこに住んでいる方の思いといいますか、何に困っててどういうふうになったらいいのかって、そこをね、無視するわけにはいきませんというかね、そこがないままね、どうしよう、こうしようという考えても意味がありませんので、またね、その住んでいる方のお話がね、聞ける場というのをなんとかね、作っていきたいなというふうに考えておりますので、またね、そういったご意見等をね、ぜひお聞かせいただきたいので、ご協力いただければと思います。またね、どういう形になるかまだ決まってないんですけれども、そういったことでね、ちょっとまた今後も動いていきたいなというふうに考えております。で、またですね、先日まあ資料請求してたものをまた取りに行ったりして、いろいろ調べてて、担当課の方にね、いろいろ聞きに行ったりということもしています。で、今日もですね、午後からちょっとお会いさせていただいた方もおられたり、その後帰ってきてね、その、まあ、先日資料請求した部分についてまたいろいろ担当課の方で聞いたりとか、そういったことをしております。で、これちょっと、一般質問等にね、しようかどうしようかっていうところでね、いろいろ詰めてた部分もあります。で、簡単にというかね、消防団のことで、今回というかね、令和4年度の予算で、出初め式であるとか、そういったことの予算がカットされました。それについてですね、ちょっと一般質問しようかなというのも考えて、いろいろな資料請求をしたりですとか、担当課にいろいろ聞きに行ったりはしてるんですけれども、ちょっと、いろいろ掘り下げるとね、かなりこれ深いんだなというのが正直思ったところで、中途半端にね、これ聞いちゃうと、なんか話があさっての方向に行くんじゃないかなというふうに考えているというか、そういうふうなところがね、今の印象です。これ、一般質問のね、提出の締め切り日までにね、全部そこが固まるかどうかというのがね、今ね、非常に微妙なところといいますか、これはちょっといろんなところでもっといろんな話を聞かないかんなという部分もたくさんありますので、ちょっとこの件に関しては一般質問に間に合わないかもしれません。はい、そんな感じでね、一般質問、ちょっと消防団のことは、今回外すかなという、多少まだ時間がありますのでね、ちょっとこれからもまたいろいろ調べていきたいなとは思うんですけれども、もしかしたら準備不足になる可能性が高いのと、その準備不足の、ちょっとこの話をするとですね、話がちょっととんでもない方向に行ってしまうというか、誤解を生んでしまう可能性があるので、ここはちょっと十分注意しながらね、話をしていか、進めていかないといけないかなというところが、今の率直な感想です。その他のことでね、ちょっと聞きたいこともあるんですけれども、これもですね、ちょっとゴールが見えないというか、じゃあどこに行き着いたら質問した意味があるというかね、住民の皆さんというか市民の皆様にとって、良い、質問になるのかっていうところがね、非常に難しいなと思う部分もあったりして、これもね、ちょっと今非常に悩ましい部分ではあります。なかなかね、準備がね、間に合ってないというところが、僕の力不足というところもあるかとも思うんですけれども、今度のいっぱい質問がね、どうなるかなという、どこまで準備ができるかなというのが非常に、ちょっと今の心配しているところです。
で、5月の20日にはね、ちょっと臨時会と全員協議会がありますし、それに向けてね、またちょっと議案書も届いているので、またその辺もちょっと、まあ、読んでいきたいなと。まあ、今回の件に関しては、その、報酬に関してのね、職員さんであるとか議員であるとか、そういったところの報酬に関しての、まあ、報酬削減のね、議案なので、まあ、そんなに、突っ込むところも少ないんじゃないかなというふうには考えております。すんなり通る部分かなというふうに。なかなかね、そのお金を増やす、給料を増やすってなるとね、いろんな議論が出てくるんですけど、減らすっていう部分になってくると、まあそんなに、揉めないんじゃないかなとは予想はしております。はい、まあそういった感じで、ね、なかなか動画も撮れてなかったんですけれどもね、情報発信もしっかりやっていきたいなと思ってますし、姿勢チャンネルの方もね、ちょっと最近通れてないので、この辺はね、ちょっとまた南沢議員ともちょっと打ち合わせを今している最中でして、いろんなね、題材といいますか、そういったものを準備をしている段階です。なかなかね、タイムリーにね、話ができてないなというところは反省するところなんですけれども、まあ、いろいろ頑張っていきたいと思います。温かい目とね、厳しい目を持ってね、見ていただけたらと思います。それでは今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。